女性との関わり方、つまり関係性ですね。これが大切なんです。皆さんこんにちは。世の中に紳士を増やす男、ダンディです。紳士であるための8か条、その一つ一つについて解説をしています。今日は3番目の相手との関係性を大切にするについてお話をします。この動画の構成は、関係性とは関係性を大切にする、そしてまとめの順でお話をします。関係性とは、まず関係性とはどういうことを指すのか一緒に考えてみましょう。紳士は自分がどう関わっていくかで相手との関係性や、さらには自分の未来まで決まっていくということを知っています。例えば恋愛について考えてみましょう。例えばあなたが若くて可愛い子を彼女にしたいと思っているとします。それが実現するとすれば、あなたは今のあなたのままでしょうか。あなたが金持ちだとか容姿端麗だとか、よほどのことがない限り今のあなたのままで実現することは難しいと思います。あなた自身が何も変わらずにポコッと横に彼女ができる、そんなことなんてありえないです。そのような彼女ができるには、あなたが女性に対する関わり方が何か変わっているはずです。女性への気遣いができるとか、話題豊富で楽しませることができるとか、何かそういう要素があるわけなんです。女性との関わり方、つまり関係性ですね。これが大切なんです。関係性とは女性に対してだけではなく、あなたの周りにいる人全てに対してです。それはあなたの職場の人や友達、ご近所さんはもちろん、よく行くコンビニの店員さんや満員電車で一緒になる人、そういう人全てです。それぞれに対してあなたがどのように接しているか、その一つ一つに関係性があるのです。次に関係性を大切にするとはに移ります。では関係性を大切にするとはどのようなことなんでしょうか。関係性を大切にするとは、あなたがどう関わっていくかです。職場に苦手な人がいた場合を考えてみましょう。例えばその人があなたにいつも厳しく当たってきたとします。その人がなぜそう当たってくるのか、あなたには身に覚えがありません。メールを送っても無視されたり、依頼をしに行くといちいち細かいところまで突っ込みを入れたりして、上から目線でダメ出しをしたりします。修正ポイントが書かれたメモは字が汚くてとても読めたものではありません。そんな人にあなたはどう接していきますか。なんで私にそんな態度を取るのか、それともなるべくその人に接しないように距離を置きますか。どう接していくかはあなた次第ですが、大事なのは今のあなたの状況を作り出しているのはあなた自身だということです。他人やその人がどうこうというのは全く関係がないのです。他責ではなく自責で考えられることが関係性を大切にするというためには大事なことなんです。先ほどの例で見れば、目の前で起きている現象だけを見れば、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだ、なんであの人はいつもこうなんだ。しかしもう少し広い視点で見ると、もともとその人のことを自分から遠ざけようと思っていたかもしれませんし、そもそもその職場に入ろうと思ったのは過去のあなた自分がその会社に入ろうと判断したからなのです。関係性を大切にするには、細かい会話の内容よりもまずあなたがどのように接しているかという視点で見るようにします。あなたがその人とどのような関係でいたいかということをイメージしてみましょう。その上でそのイメージに合うようにするには、あなたがその人とどのように接していくべきかを考えるのです。例えばあなたがその人と信頼関係を築いて何でも話し合えるような関係になりたいと思った時、その人にどのような顔をして、どのような言葉遣いをして、どのような声のトーンで話をしているでしょうか。そう考えた時、相手の欠点ばかりを見ようとしていたのなら良い点を見るようにします。あるいはあなたがその人に緊張していつも怖い顔で話をしていたのなら、
笑顔で話をするようにするということができると思います。まとめに入ります。今日は紳士であるための8か条、その3つ目、関係性を大切にするについてお話をしました。細かいことばかりに気を取られるのではなくて、自分を俯瞰してみることで自分の立ち位置を知り、それに基づいて行動ができるようになりたいものです。今日のお話は以上です。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。世の中に紳士を増やす男、ダンディでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。